車で行こうです今回紹介するのは2世代目となった BMW のフォードアクーペモデル4シリーズグランクーペですデザイン、実用性、走りを高い次元で両立した4シリーズグランクーペその仕上がりをしっかりとチェックしていきます スポーツ性を売りにする BMW の中で4シリーズは独特の優雅さを持っているのがポイントユーザーの心をどれだけ動かす存在なのか楽しみですそれではポイントを見ていきましょう2ドアクーペカブリオレフォードアクーペと多彩なボディタイプを誇る4シリーズグランクーペはシリーズで唯一のフォードアモデルですファミリーユースに対応する十分な鉱石空間と荷室容量を持ちながら エレガントなデザインを実現しているのがポイントですフロントマスクには新型4シリーズに共通する縦型の大型キドニーグリルを採用存在感のあるフロントを起点にリアまで流れるようにルーフラインを描きクーペらしいフォルムを作り出していますドアハンドルの形状やサッシュレスの窓など全体の美しさを損なわないために個別のパーツにもこだわっています エンジンは2種類、420i は2リッターの直列4気筒ターボ、ハイパフォーマンスモデルの M440i は3リッターの直列6気筒ターボで、4輪駆動となります。3シリーズに対して、アンダーフレームの強化や、リア周りへの補強部材追加を行い、よりダイナミックな走りを実現していますシリーーズ、グランクーペのの価格はご覧の通りとなっています。 BMW が作るフォードワークーペとしてどんな走りに仕上がっているか楽しみですよね。そうですねということでこの後はいよいよよ試乗ですハイパフォーマンスモデルの M440iX ドライブを高速道路と一般道で試します。 BMW4 シリーズグランクーペ直列6気筒エンジンの M440Y X ドライブに岡崎五郎が起乗します <noise> さあ今日は BMW の4シリーズグランクーペ M440i X-Drive に試乗していますデザインに関してなんですけれどもなんといってもこの顔ですよねあのクーペの時にもこの顔についていろんな話をしたり聞いたりしましたで賛否両論なんですがまあ僕としては相当見慣れてきたなと感じてますで今回ボディサイズも先代の グランクーペよりも一回り大きくなってきました目立つのが全高が50ミリ以上高くなってることなんですね、えー、まあ、あのデザインを優先しているんだけれどもでも後席の快適性にも気を配ってますよそのために全高を上げましたよということですさあ料金所からのダッシュです この音はたまんないですねいやもう本当にこういうこう BMW の6気筒でしか味わえないフィーリングとか音とかをまあ 限定的な状況かとはいえ味わえるというのはすごく嬉しいポイントですまあ、これだけのパワーがあるからこそ四輪駆動が必要になってくると考えるとパワーちょっと控えて、えー、後輪駆動にして値段も控えめにした車あったらいいなとまた思っちゃいましたねやはりこの車全体に漂っている精度の高さそういうものが 伝わってくくるのもすすごく印象的です3シリーズのセダンと比べてそうですねあのやはりこうボディ全体のがっちり感相当高いですであとは初期に3シリーズセダン乗った時にちょっとこうタイヤの硬さみたいなのを感じた覚えがあるんですけれどもその辺りもすごく全体的に丸まってきてますよね3シリーズがあって。でその上 4っていう数字をつけているだけあって一、えー、クラス上を狙った車だということはもう確かにこう伝わってきます。はい一般道に降りてきました。まあしかしこの車こういった一般道でゆっくり走っていても本当にしみじみといい車だなと感じさせてくれます。まずこの音ですね。 ちょっと喋り止めてみますね、はい、こうやってアクセルの踏み込み方によって音色がすすごくくいいい感じでで変わっていくんですよ BMW の持っているこう魅力の大部分っていうのは数字ではない、えー、何かこう言葉でしか表現できないようなそういう部分にあるんだなっていうことを改めて感じさせてくれますね。 はい、荒れた路面に入ってきました、まあ、この車19インチの車19ンフララフッあタイヤ的には乗り心地には決してこういい条件ではないんですがまあなかなかどうしていやいい乗り味ですねがっちりとしたボディとしなやかに動く足、えー、その組み合わせがもう何とも言えない味わいを醸し出しています。 さあ、これからワインディングのセクションに入っていくんで、スポーツモードを選択しました。ああ、いい音します。このぐらいのカーブをこのぐらいの速度で走るっていう意味では全然この車のポテンシャルを引き出し切れていないんですが、この音を聞きながらピタッと路面に吸い付いて綺麗に。 カーブをトレースしていく感覚はもうまさに BMW 味ですし思わず頬がニヤッとするそういう体験ができると思いますこの4シリーズグランクーペなんですけれどもデザイン性と。 利便性をすごく高いレベルで実現した車ですよねそして走りの上でもより一層パフォーマンスとか上質感を高めてきている、まあ、そういう意味で3よりも上の4っていう、えー、まあ今回のモデルチェンジでさらにそういうキャラクターを際立たせてきたなと感じましたそれではここで安全性の評価に行きましょう。 4シリーズグランクーペこのようになりました、よくできました、ですねそして燃費なんですが、今回は市場で210キロ走って、リッターあたり9.4キロとなりました、トモちゃんどうでしたはい19インチの薄めのタイヤ履いてたんですけど、うん、マンホールの乗り越えもすごく上質な足取りで、快適でしたよね、うんまあ、そこら辺なんかすごく質感の高さっていう意味では、BMW らしい車だなと思ったね。そうですねははい、えー、今回は インポーターの方にスタジオにお越しいただいています BMW 株式会社の岩崎イタルさんですよろしくお願いしますよろしくお願いします 岩崎さんあのこの4シリーズグランクーペなんですけれども先代、はいまあ、にもグランクーペありました、はい、で、4シリーズというと2ドアクーペがあって M4 があって、はい、で屋根焼かぶりおれがある中で4シリーズの中でこのグランクーペというのはどんな位置づけの車になるんでしょうかそうですねあの日本市場ですと先代、まあの4シリーズのグランクーペというのは実は80%を占めるモデルだったんですね<う>、まあ、やっぱりあの2ドアモデルというとなかなか日本だと敷居が高い、うんまあ、駐車場の問題だったり、はい、ということがあって。 難しいところに、まあ、このスタイリングと、うん、まあもちろん4シリーズの走り、うん、でさらにはまあハッチバックですからこの利便性というところですね、はい、まあこれらもすべてまあいいバランスであの持ち込んだっていう、うん、まあ非常にまあわがままな贅沢なモデルということですね,そうですねあの例えば3シリーズのセダンも4枚ドアがあります、はい、でもそれよりももうちょっとスタイリッシュだったりとか、はい、もうちょっと便利だったりとか、はい、もうちょっと走りの質感がみたいな確かに欲張りな人が選ぶのがこの、はい この車ななかもしれないですねそんな中で、えー、今回、やっぱりこの車デザインが、まあ、すごく大きなポイントだと思うんですけれども、ねはいえー、あのグリル2、はい。はい、2> <laughs> あのときも岩崎さんのお話を聞いて、ねはい、この顔は賛否両論だけどあえて BMW やってきたんだよ、うん、ということだったんですがどうでしょう、あの今世間的にはこの賛否でその率って変わってきたり。 そうですね、まあ、あのまあ見慣れたなという声が非常に多くなってきたなという印象なのとおかげさまであの先日ですねあのカーブザイーのデザイン、うん、印象をいただけましたのではい、はい、まあ,あのまたそれで一つね盛り上がってくれるかなというふうにわれわれは思ってます、はい、まあねなんか僕なんか相当見慣れてきちゃったなという感はあるんですが, <laughs> がすそこらへんはどんどんこう 見慣れていっていいんじゃないと思わせるのが、やっぱデザイナーの力なんでしょうね。そうですよね。うん、そうみたいですね。はい。はい。ここで四シリーズグランクーペのユーティリティチェックです。まずは鉱石への乗り込みです。 まあ基本的にはフォードはクーペのシルエットということでルーフが流れるようなラインになっていますがドアを開けていくとサッシュレスのウィンドウになってますねそして開口部なんですけれども実際に乗り込んでみるとこんな感じですね、まあ、天井は少し迫ってきててこの辺りも少し前にあるようなイメージではありますが実際の中はどうなんでしょうか。 身長162センチの私で膝前これが意外と広くてですね前の座席が結構広く取られていて原骨4つも入りました足が組めそうですそして頭上は少し天井が迫っているので原骨1つただ快適性にはこだわっていてアームレストもついているしここにドリンクホルダーも2つついてましたさらに足元を見ていきますと ここにですね、エアコンの吹き出し口がありまして、さらには温度調整が後席でできたり、あとは USB の Type-C が2つついてます。ラゲッジスペースです。このような感じで電動開閉式になります。で、これ実はハッチバックモデルの形をしているので、開口部がですね、すごく広いんですよ。なのでここから荷物を載せやすいし、開口部自体の位置も低いので荷物が持ち上げやすいですよね。 さらに、後席のアレンジですが真ん中だけを倒して長尺物が詰めたり臨機応変に3分割式でアレンジができます。 あの後ろのハッチゲートの開口部の大きさあれすすすごいででねねそうやっぱりセダンですとクーペもそうですけどちょっと開口部小さいなと思うところに実際の広さ以上に高さもちょっと使えたりしますから利便性は相当高いいと思ますすそうででねねあれだけの大きな開口部を作ると普通はボディー構成が低くなってちょっとリアがよれてる感じとか出てきちゃうと思うんですけもそれを乗っていて全く感じなかった。 ここれっっっててていろろんんなところにこう補強やるであの4シリーズそのものがやはり、まあ、3シリーズに対してその補強をかなり入れて、うん、まあステアリングに対する水従性ということを強く、はい、あの打ち出してますので、まあ、これについても同じようにやっていますから、うん、まあさらにまあリアにもう1本補強を入れることで、まあ、開口部の,その、うん、フロントに入ってますねでれがそうです、ね。これもそうですし、ええ、まあリアもですねちょっと見えませんけども、うん、あのブレースが入ってますから、えー、そうですね、あのー、しっかりと。 うまあんかそのボディ構成ってねあのやっぱりスポーツカーであるとか、うん、そういうものでやっぱりこうとても重要だよっていうのでよく言われるんですけれども、はい、こういう上質感みたいなものを狙う車に対してもやっぱり重要なんでしょうね。 そうですねやっぱり、うん、あのボディーがしっかりしていればサスペンションがすごいいい仕事をできるというのは定識だと思いますからそこに、えー、しっかりと力を入れたんだなという,ふうに思いますプラス、やはりこの、まあ、これ3シリーズもそうだったんですけれども、はい、BMW、最近はものすごく先進運転支援みたいなものを入れてきているじゃないですか。はいすね、積極的にに、はい、このグランクーペに対しても これれはは同じようなものを入ててきてるんですか、はいあの3シリーズで入れております半蔵風のついた運転支援装置ですね、うん、まあこういったものも全く3シリーズと同じように、すべての4シリーズに入れております、うんうん。なるほどであとはもう僕はあの今回ね、ね M440i ですから6気筒3リッターでね、はい、素晴らしいエンジンだと思いました、はい、これはもう文句のつけどころがない、はい、値段以外はっいうところなんですけれども、はいえと、どうなんでしょう、これやっぱり6気筒モデルと今の4気筒モデルって、売れ線は当然4気筒になるわけですよね。 ボディ自体は全く同じなので200馬力弱の,あの2リッターエンジンというのは逆にそのあのボディが絶対負けませんので、うん、非常にあの普段乗っていただくには使いやすいモデルないの M4 なんかも、ねはい、あってでこのちょっとまあ値段高いけど6気筒ターボがあって、はい、で4気筒があってってなると、はい、やっぱりこれ結構いろんな層を、はい。 向いてるんんだろううなと思うんですけれどもでもその中で4シリーズグランクーペってどんな方に乗っていただきたいと思っていらっしゃいますかあのまあフォーマルなセダンである3シリーズに対してっていうことだと思うんですけれども、うん、まあやはりあのファミリー層行っていうのが一つのポイントになると思うんですけど、うん、まあプラスやっぱり非常に大きな開口部、はい、まあツーリングだとちょっとあの開口部が大きすぎる、うん、荷物が詰めすぎるというふうになると思うんですけどもちょっとこうあのアクティブに動こうと思った時にあの大きな 開口部と荷室っていうのはすごく役に立つんじゃないかな、うん、そういった層が結構ターゲットかなと思い、ねはい、確かに三シリーズツーリングの中と比べても動きなんかね結構パキッとしてスポーティーですしね,そうですねやっぱそこが走りとユーティリティのバランスだと思うんですねはい、うんはい、岩崎さんどうもありがとうございましたありがとうございましたこの後は評価ですンンはい、それではここで BMW4 シリーズグランクーペの評価に行きたいと思います僕の評価は このようになりましたこれはもうこれなんですよ新しい顔あの大きくなったキドニーグリル僕もね最初に見た時はうわ BMW やっちゃったと思ったんですがもうあのいろんなね機械に4シリーズ見て乗る機械があってで今回見てあこれひょっとしていいかも新しいよねというふうに 思えてきたんですよでこう過去を振り返ってみると例えば BMW ってあの7シリーズの時にすごい奇抜なデザイン当時奇抜と言われていたデザインをやってこれ賛否両論だった5シリーズもそうだったそれが今当時のモデル見るとあこのエッセンスが現代のモデルにも使われていて BMW 以外を含めて車のトレンドっていうのを引っ張って作ってきたんだなって感じさせるデザインで過去いっぱいあったんですよ。そう考えるると今回のこのこ顔も賛否両論あるんだけど,どん どどんどん僕は「賛成」っていう声が大きくなっていくんだろうなとそんなふうに思っています。で×バツこれはですねやっぱ6気筒だと1000万円オーバーっていうところなんですよこれねせめてね900万円台とかあるいは4句じゃなくてもいいパワーを抑えて、えー、この6気筒の味を800万円台とかで味わえるモデルが出てきてくれたら最高なのになと思います。はい 私は丸なポイント、これは BMW だから作れた、えー、フォードはスポーツクーペだと思いました。 まあやはりこれもう踏み込めばエンジンが始動したところから6気筒が織りなすなあのサウンド心をくすぐってくれますし、うん、あとはゆっくり動き出すと滑らかなタッチで路面を捉えて走っていくどんな場面でおいても本当に楽しく気持ちよく走れるモデルとしてお勧めしたいモデルです、うん、なおかつそれでいて実用性が高いというのは本当に素晴らしいと思いましたバッテンこれは えー、ドアハンドルの引き手が浅い。これ荷物を持ってる状態でドアハンドルも同時にこう片方の手で開けようとすると、ちょっと引き手が浅いので指が入りにくい感じがするんですよね。<ー>なのでちょっとそのあたりが最初開けにくく感じるかなって思いましたうん。なるほどね。これちょっとこう爪が長い人なんかより気になるのかもね。はい、そうかもしれないですね。うん、はい。はい、ということで二人の評価はこのようになりました。エンジン さあ今日は BMW4 シリーズグランクーペを取り上げましたが改めてトモちゃんどうでした。はい、4BMW の偶数のモデルって、うん、エモーショナルなモデルじゃないですか。うん、それにさらに実用性が加わるなんてやっぱり贅沢なモデルだなと思います。ああ確かにね贅沢ですね。あとは岩崎さんあのーはい、今、ね、トヨタがものすごい電動化 EV 戦略発表しましたっていうニュースだったんですけれども、はいねうん、BMW も。 当然電動化、EV、化には力を入れてますよね、はい、そうですね、すでに、まあ、iX3 ですとか iX といった、まあ、SUV モデルから、えー、と先に出しておりますけれども、うんえと、この4シーズンのグランクーペ、はいえーと、これをベースにした EV についても、まあ、近々、日本で<う>、えー、発表をすることになっておりますので、まあ、ぜひそちらも楽しみにしていただきたいなと思います。 完全にバッテリー e. V. が出るということなんですね。そうですね。あの、うん、まあ、アイというふうに名前がついているんですけれども、うん、まあ、ボディ自体はもう完全にこのグランクーペと。まあ、ほぼ同じというふうに思っていいと思います。まあ、そうやって e. V. っていうのを積極的にやっていく一方で。はい BMW はもう EV だけにするとは言ってなくてそうですねなんか2シリーズなんかも面白いでで出てきそうです、ね、そううすすねねまだちょっと先になるかと思うんですけれども皆様大好きな走りの BMW ももちろん、はい、あのこれから出てまいりますので、うん、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思っています。 うち応 E. V. だけですっていうんじゃなくて、いろんなものやってって、いろんなユーザーに響くものを。出していくんだっていう、それが B. M. W. の考えってことですね。そうですね。やっぱり我々はしのメーカーですんで、そこは頑張っていきたいですね。はい、はい。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは、また来週。旬のニューモデルを。 モータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組それが車でいこうです TVK では毎週日曜夜10時再放送は毎週土曜朝11時で公表放送中ですまた番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます皆さんのより良い車ライフにぜひお役立てください engine for the life.